パラマッチ TV。 皆さんこんにちは、 OHK 新人アナウンサーの森下香音です。ここからは OHK アナのクスクスをお送りします。ぜひ最後までご覧ください。さて今回のテーマはこちら、はい、森下香音の2024年5つの目標を叶えます、第1弾血液型を調べるです。いやついにこの日がやってまいりました。今年1月にクスクスの中で2024年の目標を5つご紹介したんですが、その中の1つ血液型を調べるというのを今回皆さんにお届けしていこうと思います。でせっかく血液型を調べるので血液検査だけではなく献血ルームに行ってボランティアをしたいなという気持ちがあって、市内の献血ルームに行ってきたんですが、なんとそこでまさかの展開となったんです。一体どんな展開になったんでしょうか。ここからは VTR をご覧ください。来ましたね。来ましたね。もう今寒くて震えてるのか緊張で震えてるのかちょっとわからないくらい不安な気持ちでいっぱいです。昨日は寝ましたか。寝ましたよ。でもこれも献血するときは睡眠時間が大事だって書いてあったので、睡眠をしっかりとってしっかりご飯食べて、朝ご飯普段食べないんですけどちゃんとお米も食べてきました。お母さんとお父さんは血液型的には、はい、母が AB で父が A です。で弟さんとか、弟が B なんですよ。ということはどちらかというと A か、はい、A か B か AB っていうところなんですけど、弟が B っていうのが結構意外 で弟 B なら私違うかもと思ったんですよ。弟と結構性格が違うのでとなってくると私 A か AB かなっていうところですね。自分の中の歴史に名を刻む瞬間がついにやってきたかと思うと、もうワクワクとでも不安ともう頑張るしかないですね。ここはもう乗り越えます。岡山市北区表町にある献血ルーム桃太郎にお邪魔した私ですが、献血をする前の問診や体重測定においてなんとスタッフの方の判断で今回は体調不良になってもいけないということで献血を実施しないことになったんです。ということで後日イオンモール岡山1階にありますむぐるま内科クリニックで血液検査のみをしていただくことになりました。いや、いよいよ血液検査、この時は緊張で何も話せない状態でした。じゃあちょっとチクッとします。じゃあ手の力を入れてここを軽く押さえておいてください。はい、はい、すいません。ありがとうございます。あ、一瞬でした。ちょっとチクッとしました。いや、本当に一瞬でしたね。病院の方が本当に秒で終わる、なんていうんですか、すごい上手かったんですよ。病院の方がすっごく上手くて、もう体感は1分くらいで終わりました。やっぱり痛みは刺した時とあと抜く時がやっぱ痛いですね。で、お気づきかもしれないんですけど、左手はもう力が入らなくてずっとここら辺に刺したんですけどね、もう曲げられないですし、ずっと右手で
この後は生活すると思います。本当にもう痛くはないんですけど、ここから血を抜いたっていう事実、これ受け入れられないです。結構注射怖いので。だけどもこれでやっと23年間謎だった血液型がやっと3日後くらいに分かるということなので、無事に終わって安心してます、ほっとしてます。皆さんいかがでしたでしょうか。いや実はね、献血ルームでの検査はできなかったんです。で注射針がねちょっと痛みが苦手なので、すごく緊張して当日向かって、ですごく睡眠もしっかりとって朝ごはんも食べて気合い入れて向かったんですが、ちょっと検査はできなかったんですよね。ですがその検査の前に、その献血する方のその状態とか血管の状態をこうしっかり見てくださって、ですごくその血液を必要としている患者さんのためにもすごくこう丁寧に判断をして実施しているんだなというふうに実感しました。はい、では改めて今回 あのイオンモール岡山1階の、ぬぐるま内科クリニックで血液検査をしてきました。でここでも注射かなり緊張したんですが、看護師さんもとっても優しくてあっという間に終わってしまいました。はい、でですね、こちらに茶封筒があるんですね。でここの中にこの血液検査の結果が入っているということで、もう緊張で手が震えております。はい、ここで私実際に今開封して血液型何かを見ますね。この場で見ます。いや23年間ずっと謎だったので、その瞬間がここでクリアになると思うと本当に緊張ですが、ちょっとじゃあ見ていきます。何型でしょうか。見ます。なるほど。ちょっとじゃあ見せますよ。私の結果はこちら B 型でした。なんと B 型だったんですね。ちょっと私 VTR の中で弟が B 型で、あまり弟とこう性格がちょっと違うかなって思うところがあるので B 型じゃないかなと、 A 型か AB 型かなと思ってたんですが、まさかのちょっと B 型だったんですね。ちょっとこれ、あ、そうだったんだ、なるほど。いやこの23年間のモヤモヤがここで晴らされましたけど、はあ、何ですかこの気持ち。なんとも言い表せられない。もうすごく私の歴史に名を刻む瞬間がこの場でクスクスで生まれました。皆さんご覧いただき本当にありがとうございます。いや今まで血液型不明だとちょっと困ることもあって、何型なのって聞かれた時に、いや分かんないんだよねっていうこともちょっとなんかこう難しか言うのも難しかったですし、占い、血液型占いとかもありますけど、その時も自分でちょっと予想して A かなとか B かなとか予想してこう入力して占いとかもやってたので、いや今回 B って分かって、これからはもう B 型だと胸を張って聞かれた時は言えますね。いやよかった、すっきりしました。皆さんお付き合いいただき本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい、まとめに入りますが、まだ今年の目標はまだ4つあるんです。で大きな目標、山に登るという、人生初の山に登るというのもありますので、これはぜひこの後春が来て暖かくなってから岡山香川のいい山に登りたいなと思ってますので、その時はまたクスクスで動画でご紹介したいなと思います。はい、ということで今回はこのあたりでお別れとなります。最後までご覧いただきありがとうございました。次回のクスクスもお楽しみください。バイバーイ。 B 型でした。